提到日系时装，你会有什么印象？是 TGC 里那样的可爱风，还是众多潮牌的街头风？日前 Japan Next 日本服装设计师的品牌秀在八百秀举行，多种不同风格的日本设计让人大饱眼福。不过当天最抢眼的还是要数日本超模福永爱，这个叱咤国际时尚圈的名模在台上气场十足，台下她已经是一个七岁孩子的妈，孩子也成为了超模最大的牵挂。そうですね、やっぱり忙しくて会えないこともあるんですけれども、できるだけ1週間に1回は一緒に過ごす時間を作って、ピクニックに行ったりとか山登りに行ったりとか子供と一緒にこう遊ぶ時間を作ってます。十年前傅永爱毅然去美国发展，国际 T 台上还没有什么亚洲面孔，如今十年过去了，他也表示后浪来了很高兴。アジア人っていうモデルが世界で、あまり活躍していなかった時代ですので、こうどうにかね、アジア人のこの壁を壊してどうやって自分が活躍できるかっていうのを挑戦してたんですよね。年过三十的傅永爱如今还能成为众多设计师的灵感缪斯，时尚气场可见绝非一般。